全日本スーパーフォーミュラライツ選手権第4大会は7月21日、静岡県の富士スピードウェイで8時20分から第12戦の決勝レースが行われ、ホールポジションからスタートした恋でしゅん。通常、スーパーフォーミュラライツは日曜に2レースが行われるスケジュールだが、この第4大会は日曜は第12戦の決勝レースのみ。朝から晴天となり、 気温28度という酷暑の中8時20分から第12戦の決勝が行われたホールショットを決めたのは小出でトップを守っていくがその後方では1から2周目に古谷優雅デロイト HTP トムズ320と荒川林 BMAX レーシング324のバトルが展開される一方7番手スタートと中野中聖太 このスレーシングトムズ 320TGRDC が追い上げを見せ5番手に浮上した。エース中盤には少しずつ展開が落ち着きだし、リードを広げる小出から離れて荒川、そしてその後方では古谷を先頭とした荒尾、野中、小林リライトモビリティ中京トムズ 320TGRDC という4台ほどの争いが展開されていく。そのバトルを勝ち抜いていったのは野中で、 荒尾は野中、小林にかわされた後、走ウ外走行複数回のタイムペナルティを受けてしまったほか、小林もわずかにコースアウトがあり、ケイレン・フレデリック、ピロットワン・レーシング・ウィズ・ビー・マックスとのバトルを強いられた。3番手争いを勝ち抜いていった野中は終盤、2番手を走る荒川との差を詰めていったが、最後は荒川が2位を守ることに。一方 トップを走っていた小出はきっちりとペースをコントロールし7.372秒のリードを築きフィニッシュ今シーズン4勝目を飾ったマスタークラスは第10戦を制しポールポジションからスタートした藤原誠チームドラゴン324がレース終盤までリードを守っていたがファイナルラップの TGR コーナーでまさかのスピンこれで2番手を争っていたドラゴン チームドラゴン324と今田信弘、JMS レーシングチームがトップ争いとなった。